はい。どうも皆さん、こんにちは。うぜいこです。それでは今回なんですけども、GoToEat が2021年6月末までに延長へプレミアム付き食事券の割引がちょっと下がるかもということで、今回は気がついたらすでに使っていないでおなじみの GoToEat に関する情報ですね。この動画では GoToEat のちょっとした情報と、今後の取り組みの方についてですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回のこちらの GoTo イートなんですけども、もともと開催される日程っていうのが、まあ今は現在開催中なんですけども、一応2021年の3月末までという風うに発表されておりました。ですけども、本日ですね、ちょっとニュースがありまして、2021年の6月末までに延長されるという風うに記載されておりました。で、この延長についての情報なんですけども、来週あたりに正式に決定がされるという風うに言われております。 で、このプレミアム付き食事券に関してなんですけども、25%分のお得な券なんですが、こちらはですね、まあ1万円の食事券8000円で購入できるっていうことで結構ね、利用されてる方も多いと思うんですが、こちらに関してはなんとですね、割引率を下げる方針っていう風に言われております。ちょっと現時点で、その僕がそのニュースを見る限りは、まあどんな風な割引率っていう風には出てないんですけども、これに関しては来週あたりに発表がされるということになります。なのでまあ一つ言えることは、購入するなら今のうちがいい いいいのかなと思います、まあ、けどまあ、地域によっては、ちょっと販売が停止したりとか、もしくは今も売り切れたりとか、もうそういった状況が出てる場所もあるかもしれないんですけども、もしまだ対象の地域でプレミアム付き食事券の購入がまだの方いらっしゃいましたら、今のうち購入するのがいいのかなというふうに思っております。まあ、けどまあ、このプレミアム付き食事券に関しては、もうそんなに1万円分を使ってまで外食をしませんよっていう方がいらっしゃいましたら、まあ無理に買う必要はないと思います。ですけども、ちょくちょくね、まあ夜であったり か何人かの家族とかね一緒に行かれる時は結構食事券があったらお得な場所もあったりするかもしれないので購入検討するのも今のうちかなと思います。 一応ですね、過去の動画でこちら GoToEat の食事券購入はファミリーマートが圧倒的という動画を出しております。で、その時の動画で解説をしてるんですけども、このチケット自体はファミリーマートで LINEPay で決済したら LINEPay の割引クーポンが使うことができるのでお得ですよという風にお伝えしてました。しかもそれが10%オフのクーポンだったんですが、今月からですね、この LINEPay のクーポンがですね、割引率が下がりまして、まあ、5%オフのクーポンという風に切り替わりました。なのでね、 ちょっと10%オフにはならないのでもし購入される際はファミリーマートのこのクーポンを使ってまあ、少しでもね安く購入することもできますのでもし食事券購入される方はこういった方法もぜひ試してみてもいいのかなというふうに思いますでですね一応今現在の GoToEat の現状はということなんですが皆さん今使われてますかね GoToEat 僕もちょっと前に Twitter であげたんですけどもまあ余ったポイントの消化ということで久しぶりにちょっとグルナビで使ってポイントの消化をしてきたりとかはた りしてててるるぐらいでで最近ははちちょょっっっっとととと熱ののがが冷めつつああここ正直なとこではありますねで一応、このプレミアム付き食事券とオンライン飲食予約についての現状をちょっとお伝えしたいと思うんですが、まずこのプレミアム付き食事券については、ちょっと先ほどもお伝えしたんですが、10都道府県に似て新規発行の今一時停止が行われております。というのもですね、まあ、ここ最近本当もうテレビとか、まあ、ニュースとか見られてる方はすごいわかると思うんですけども、もう例のウイルスの感染者数っていうんですかね、それが今徐々に増え てきてるっていうような状況もあって該当する都道府県にではもう今一時停止がされているというような状況となっております一応ですねこの GoToEat キャンペーンの公式ページにこんな風に出ておりました2020年11月27日の更新文なんですけども利用者の皆様へ感染が拡大している状況を踏まえ北海道札幌市埼玉県東京都及び大阪府においては GoToEat キャンペーンにより得たポイント及び既に発行された食事券の利用を極力控えていただくようご協力とご理解 をお願いします期間については、北海道札幌市は11月30日から12月15日、そして埼玉県に関しては11月27日から、東京都は11月27日から17日まで,で、大阪府は11月27日から12月11日まで、今後の感染状況を踏まえ、期間を変更する可能性があると。 いう発表がありました。で、こちらもですね、その公式ページにちょっと詳細が少し出てたんですけども、GoToEat 事業における感染防止強化策ということで、まあ、食事券とかポイントの取り扱いについてですね、まあ、先ほどのね、その北海道なんですけども、食事券の販売停止に関しては、この期間だけ販売停止。で、一応現在は北海道は札幌市のみということになっております。で、神奈川とかの場合に関しては、食事券の販売停止が11月25日水曜日から販売停止がスタート。まあ、販売停止がスタートって言い方変かもしれない。 れないいいいんででですけどもそここから期限をということうう、まあ、つまでっていうのが決まってないといととうことで、すねなのでまあ、今現在はこれ12月4日時点って右上に出てるので、こんな風に出てるんですが、こう、これに関してはまだまだ更新がかかってくる可能性はすごいあるので、もしね、利用される方は、ポイントの消化の期限とか近づいてくる、じゃあちょっと利用しようかなっていう時に、もしかすると使えなかったりとかそういった場合もあるかもしれないので、ちょっとそこは気をつけてほしいとこではありますね。 で、地域によっては、4人単位での飲食とか、まあ、そういった風な条件とかもあったりするので、今後予約されてる方とか、食事、食事券を利用される方とか、もし GoToEat を利用して飲食店を利用する場合は、このような情報というのは、常に見ておくことがいいかなと思いますね。で、次2つ目、オンライン飲食予約なんですけども、今現在はもうポイント付与はもう終わったのは皆さんご存知だと思うんですけども、今現在はもうポイント消化のみということになっております。ですけども、実はですね、今現在、ちょっとしたま、GoToEat ほどの インパクトはないんですけども、独自のキャンペーンというのが、まあ、ちょくちょくと開催がされております。で、一応ですね、オンライン飲食予約サイトの一覧がざっとこんな感じとなってるんですが、その独自のキャンペーンが開催されてるのが、今現在だとホットペッパーグルメ、そして一皿というところが開催がされております。まあ、せっかくなのでね、ちょっとお伝えしたいと思うんですが、まずこちらのホットペッパーグルメですね。今現在開催中なのが、ネット予約来店で最大1万5000ポイント還元というキャンペーンとなっております。で、期間がつい最近 最近始まりまして2020年の12月の1日火曜日から2021年の1月31日の日曜日までとなっておりますで、ちょっと下にも出てるんですけども今後も同様のキャンペーンを実施する場合がありますという風うに出ております ちょっとキャンペーンの詳細なんですけども、まずディナータイムであれば1000ポイントかけて人数分、そしてランチタイムであれば500ポイントかける人数分。ここまではまあこれまでの GoToEat とほとんど似てるのかなと思います。ですけどもちょっとですね、ここが少しネックなとこではあるんですが、ディナータイムであれば3000以上のコースを選択するか、もしくはランチタイムであれば1000以上のコース、これらどちらかを予約した上で利用するというようなのがちょっとした条件となっております。ランチでコースっていうのはちょっと難しいところではで ありま,すよ、ね、まあ、ディナータイムであればある程度のね。 まあ、コースっていうのは多いかと思うんですけども、ランチで1000円以上のコースって、僕自身まだ結構利用した方ではあるんですけども、なかなかちょっと見かけてない方には入りますね。なので、まあちょっと時期的なものもあるんですが、まあ忘年会とか新年会の感字をされる方とかいらっしゃいましたら、まあこういった方法を使えば、まあちょっとお得になるのかなと思います。まあですけども、この GoToEat とか、まあキャンペーンをしてる方からすると、ムムってなるかもしれないんですが、もし感字をされる方は結構お得にコースの予約ができる まあ、ですけども、ちょっとこの時期なので、忘年会、新年会って、あんまり開催されないのかなというふうにも思いますよね。 でですね、一応このホットペッパーグルーメの公式ページにも出てたんですが、このキャンペーンのポイント加算対象となる予約受付を停止している都道府県という風なのも出ております。まあ、これは2020年12月の1日10時時点の情報なんですけども、まあ、先ほどお伝えしたような場所とほとんど同等なんですが、北海道であったりとか東京もそうなんですけども、神奈川とか、まあ、こういったところがポイント加算の対象となる予約受付が停止しているということになってますんで、全員が全員このキャンペーンが使えるっていうわけではございません。ので ここは注意をしてください。で、残りの細かいところですね。このホットペッパーグルメのキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必須となってますんで、エントリーを行ってください。で、時間帯なんですけども、これは GoToE、これまでの GoToE とほとんど同じですね。ランチタイムであれば7時から14時59分、これが1000以上のコースを予約すると、そしてディナータイムであれば15時から6時59分、3000以上のコースを予約するというのが条件となっております。で付与されるポイントに関しては、ホットペッパーグルメ限定のポイントとなってますんで、このホットペッパーないでしか使えませんので気をつけてください。 で、付与日に関しましては、来店日の翌月15日頃となっております。そして、有効期間に関しては、ポイント加算日の翌月末までとなってますんで、まあ、1ヶ月ほど、ま、持つかなっていう感じですかね。なので、ま、付与されたら、もうサクッと使うのもいいと思います。以上がこのホットペッパーグルメのキャンペーンについてでした。で、続きまして、このひと皿というグルメサイトもですね、キャンペーンを行っておりました。まあ、これまでちょっとピックアップをしたことなかったんですけども、まあ、ちょっとしたキャンペーンだったので、ちょっとお伝えしたいと思うんですが、美味しさ続く GoTo1 と皿ということで、1皿ポイントが最大 4000ポイントもらえるゴーという人さら限定キャンペーンというキャンペーンとなってますでこちらなんですけども予約の期間が2020年の12月の1日からスタートしておりまして2021年の1月31日まで,でポイント利用期間に関しては2020年の12月1日から2021年の3月の31日までとなっておりますでですねこのキャンペーンなんですけどもランチとリナータイムそれぞれ分かれてるんですがまずランチ時間の場合なんですが通常であれば1人の10ポイントかけることの4人であれば40ポイントなんです ですけども今回はそれが20倍されるということで1人が200ポイントもらえます。それが最大でで4人まで 予約することができるので最大で800ポイントまでもらうことができますで、ディナータイムの場合なんですけども通常時であれば一人50ポイントかける4人であれば200ポイントまでなんですけどもこのキャンペーンを利用することによって一人1000ポイントかけることの最大で4人まで予約できますんで最大で4000ポイントまで付与されるということになっておりますなのでまあこれランチタイムというよりかどちらかというとディナータイムで予約する方が結構お得なのかなと思いますねで、残りの細かいまあキャンペーンの利用条件ということでこれちょっとそのまま引っ張ってきたんですけどもまず一皿 会員 ID をお持ちのユーザーということで、まあ登録すればすぐにできますね。 次、一皿にログインの上、GoToEat キャンペーン対象の店のラベルが表示されたお店にネット予約の上、来店された方となります。次は4人以下でのオンライン予約の方ということですね。そして20時までのオンライン予約の方ということですね。これ時間決まってますんで気をつけてください。で、あとは食事の会計料金が不要予定ポイント以上であること。もうこれはこれまでの GoToEat と同じですね。で、1ユーザーにつき1日1回までで最初の対象予約のみ適用ということですね。なのでまあこの条件を踏まえた上で、 をを利用さされれるのでであれば注意した上で是非予約を行ってみてみくださいまあまあお店あったのでちょっと使ったことなかったんですけども今後もしね機会があればちょっと使ってみようかなというふうに思いますまあそんなこんなで今回は GoToEat キャンペーンが2021年の6月末までに延長されますよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたいや今回はねどちらかというとその延長というは 言ってもプレミアム付き食事券が使えるのがまだ伸びますよとプラス割引率が下がりますよということだったんですが正直なところを言うと僕自身は オンライン飲食予約のポイント付与ですね。これがもうちょっと延長してくれればちょっと嬉しいなというふうにも思いました。まあ、ちょっとどういう理由かどうかわかんないんですけども、もしかすると,と、動略なん問わずいろんな方に使ってほしいということで、もしかするとプレミアム付き食事券だけなのか、まあ、オンライン飲食予約だったら何かとなんかめんどくさいのかなというふうに、まあ、ちょっとなんでなのかわかんないんですけども、できればやっぱり個人的にはオンライン飲食予約の方が簡単だからそっちの方がいいなというふうにも思いましたね。まあ、できればね、 そのオンライン食予約であれば自分が使いたい金額だけ使えるのでまあ、無理なくストレスなく使えるのかなという風に思いましたまぜ、あ、ひですねこの GoToEat 延長もしくは GoToEat に関することなど含めてですね思うことがあれば下のコメント欄書いていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました